こんにちは、どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、昨日メンテが終わりまして、また新しいねライブアップデートがね、来たので見ていきましょう。はい、もう相変わらずですね、メッシのこの調子、もう B か A なんですよね、これも。はい、まあ、この辺はね、僕にはあまり関係ないんですが、一応まあね、見ておいて、ケビン・デブライネ、やっぱりこの辺は関係ないですね。うち関係ないです。はい、下の方、ここのページですらまだ関係ないと。いやー、トロかな、フォルカオ。あ、ファルカオか、あれ。あ、サネさん、いつも調子いいんですよね、サネさんも。あー、これは良かった。ただ、他のメンツがね、面々が全然見当たらない。うちのチームはどうなってるんだ、一体。パウリーニョ、いねえな、アマーシャル。あとは、セルジ・ロベルト。これは嬉しいな。あとは、あ、ジエゴ、調子いいや。実はね、僕、ジエゴね、たまたま引いたね、ガチャで、ね、ガチャというか、まあ、普通のノーマルガチャってやったかな。ノーマルエージェント。でね、まあ、パーンとね、単発で引いたらね、あ、ブラジルやったかな。パーンと引けたんですよね。なので、いますね。あとは、特に、でも、いないな。いないな。キッズ。マンダンダぐらい入ってほしかったけど、まあ、なんかこの辺調子多いな。はい、それではね、今週もマイクラブやっていきたいと思います。あとごめんなさい、調子 B、調子悪い方ね。はい、あんまり関係ないですね。まあ、ケータ・バルデ、D や。この前紹介してるけどな。あー、なるほど。ということは、ケータ・バルデをね、急いで取らなくてもいいみたいな感じでしょうね。特にまあ、マンダンダ。これは最悪やな。バカ横。あー、きつ。うちのチームからね、ちょっと負傷者が出ると非常に困るんですよね。ね、まあ、しゃあない。はい。ということで、今週もマイクラブやっていきたいと思います。はい、それではね、まず最初にね、まあ、毎週金曜日はね、ガチャ、とりあえず一回ね、引いていきたいと思います。もうおよそね、まあ、再来週、ぐらいに、まあ、クラシコガチャが来ると言われてるんですけれども、まあね、このね、まあ、記念の一回のガチャだけはね、欠かさずにね、1万 GP 支払ってね、引いていきたいと思います。さあ、まあ、その通りね、UEFA チャンピオンズリーグのガチャが来てます。はい、このね、黒玉の選手、いや、相変わらずいいですね、これ。よーし。さすがね、まあ、クラシコガチャといったところでしょうか。さあ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 、まあまあね、ある程度ね、何が出るかってね、大体わかるんで。さあ、それでは引いていきたいと思います。いきます。もうそろそろマジで黒引きたいねんけどみたいな感じやねんけど、まあいくで。贅沢は言わん。あかん。銀だけは。あー、また1万 GP を捨ててしまった。キーラントリッピア。あ、トッテナムホットスパーか。トッテナムの選手ね、いいはずやろ。ライパス、スタミナ。でもね、右サイドバックはちょっと競争激しいからな。ピンポイントクロスは持ってるけれども、ちょっと競争厳しいよ、右サイドバックは。はー、厳しいっすね。はい、ということでね、まあ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL ガチャですね。キーラントリッピアでしたね。はい。ということで、試合の方行きたいと思います。はい、それではね、オンラインチャレンジカップ、今日参加していきたいと思います。ウィナーテイクズオールですね。ワンマッチ。まあ、これぐらいがね、本当にちょうどいいですよ。3連勝やっぱ厳しかった。UEFA チャンピオンズリーグスターズ、ラウンド16、レベル1を獲得できますということで、先ほど引いたガチャですね、もう一度引きたいのでね、頑張ってクリアしてね、動画の最後に引きたいと思います。それでは行きます。はい、それではね、対戦相手の方決まりましたんで、やっていきたいと思います。もうね、毎回ね、このウィナーズテイクゾールとか、まあその辺のね、まあオンラインチャレンジカップ参加したら必ずメッシとかね、まあロナウドいるんですよね。なぜ僕のところに来ない。さあ、レートの方確認しておきましょう。552の方ですね。まあ、チーム見ていきましょうか。まずは自分のチーム。ジズスせっかく復帰したのにね、また不調からという。今日は使わない。どうしよっかな。オーリエいいじゃない。
ああ、でも、ボアテングが、ちょっとね、調子悪いということで、まあまあ、それはね、目をつぶっていきましょう、ここはね。マンダンダあかんかったんや。D やった、忘れとった。しかし、調子悪いけど、まあまあまあ、ええわ。よかった。絶不調じゃなくてよかった。はい、メッシとベイル。はい、その二人が、まあ、要注意人物。ベイルは、一応あれか。多分普通やな。調子は C や。セルジ・ロベルト。うーん、どうしよう。この位置ちょっと、なんで EC にはまたあかんねん。C やからか。どうしよう。まあ、使うか、ここは。アセンション使うわ、やっぱり。しゃあない。ちょっと不調もおるけれどもな。ここ勝ち切っていこう。で、まあ前回、3連勝達成しての、まあこの試合なんで4連勝目ですね。まあ4連勝してね、次まあ5連勝頑張ってね、やっていきたいので。行きましょう。プレイ分析データ。ゲーゲン、ゲーゲン。ははは。まあ、行きましょうか。サッカーファンの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。僕&ゲームチャンネル VS バスコ・ダガマ。最サービ高。スタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況は さあ、竹田でお届けしマてメまいりディーフをね、まあ、ます。先さあ、発北出澤場させさん、るのっよろてなしくかおな願いかいいたね。します。どうも、やっぱね、アセンション7番ってなんとなく似合ってない気はするな。でもね、そのうち僕はアセンションが、まあ、レアルのね、7番を受け継ぐんじゃないかなとは思ってるんですけどね。やっぱり、レアルは7番っていう。最悪。もうちょっと強く打てばよかったな。ほら、ナイス、デンベレ。ダメか。いける。よっしゃ、入った。ラッキーや。はい、デンベレさん、やりました。ちょっと今日はね、デンベレの歌。通称デンベレの歌か、あれ。なんか意外とね、なんか人気なんですよね、あれ。なぜでしょう。さあ、行きましょう。まあ、毎回使ってたらね、やっぱりちょっと飽きが来ると思うんで。ここぞという場面でしか使う。ちょっと危ないな。おうちょ、何してんねん。ああ、不調やからか。関係ないか。全体的に相手の守備も対応くれましたし、オッケー、いいぞ、いいぞ、それ、マメディーフ。ちょっとダメだな。お、オッケー、あ、また相手に当たった。しかしマイボです。リードしたってこともマイボー、マイボー。それ以上に時間帯が必要ですよね。ゲームの立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握るどんな大き気大きいやね。オッケー、よしよしよし、いいぞ、やったぜ。さあ、このオンラインのちょっとね、前回というか、まあ、メンテ前、ちょうどね、3連勝してね、まあ、メンテを迎えたんですけれども、まあ、その勢い、まだね、そのままにみたいな感じですよね。取れるぞ、うわ、取れるけど、OK、デンベレ、おしよしよし、デンベレがいったな、食らえ、いやー、だめか。ダイレクト打ってほしいんやけどな、なかなか難しいんかな、やっぱり。パリ・サンジェルマンとしては立て続よかけよですか。からね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。さあ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 、ボアテング、よいしょ、勝つ。パリ・サンジェルマンはあ、いた、ちょっとやばい、やばい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 、ヘッドフォンがずれた。そうですよね、いしょ、クラブはエージェントあ、大丈夫か、デンベレ。よっしゃ、ナイス。監督はいかに優秀なエージェントを見極めるかも。ちょっとここはね、スペースがないからね、歌えませんね、今。あ、アウチャー。なんて声出してんの。ちょっと、剥がされて、やばいぞ。よし。そうですね。いいよ。ザボールの動きには注意しなければいけませんよね。いいね、どうしようか。エリアによっては見なくなんでデンベレ、あ、デンベレしかね、できないですよね。よ、同じ4文字のやつでちょっと試そうと思ったんですけどね、なんか無理やったですね。なんていうの。オーディやったら無理やしな。なんか、なぜかデンベレしか無理という。謎の歌ですけどね。できませんでしたけどもね。その話はええか。ちょっとしつこいかな。では勝負していった方がいいですよね。あ。嘘だろ？よし、取るぞ。よいしょー、ダメだ。よしよしよし、大丈夫です。ナイスさん、ちょっと後ろ向きやったけど。やめて！でかいな、あいつ。誰や？めちゃめちゃでかいな。よいしょ、ヘッドホン、セットホン。誰や、あいつ。ほんまに。まあ、ええか。中央で多分勝てるんちゃうかな、マメディフ。
チアゴシューバーやからな。チアゴシューバーってそこまで背でかくないんですよね。2017の時ね、最初の方に当たって、まあその、2017ってあれやったんですよね。何やったっけ、あの、クロスゲーが結構、まああの、優位やったというか、アホです。危なかったです。いやー、これよく止めましたね。あの位置からのシュートよく止めましたよね。あ、セーブですね。まあだからね、その、チアゴシューバーちょっと使いづらかったんですよ。ああ、ちょっと危な、おい。おお、よかったよかった。これはスローインとなります。非常にね。さあどうなる。左サイド上がっていく。よいしょ。マメディウフ、マメディウフからラキティッチ。どうなってるね。誰か、ああまずいな。あーっと取ってるわ。よし、えやばいな。ペリシペペシペリシッチペリシッチペリシッチや、ペリシッチってね、ちょっと変な発音になってる。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。オッケーオッケー、いいよ。いいボールですね。オッケー、行く行く行く、大丈夫大丈夫、いけるいける。シュートもあります。打ってみる。うん、ダメか。バスコダカは完全にディフェンスが一歩遅れた。このラメディフという選手、能力はそこまで高くないねんけど、いつもなんかちょっといい感じで活躍してくれますよね、なぜか。まあこういう金玉とかね、結構大切にしていかなあかんからね、まだ。クラシコ、まあ、クラシココンプできひんで、多分な、やばいな、GP ため、落ち着いてないもんな、お、こいつ何や、メッシか、よう見たら、そうはいくか、OK、ちょっと駆け込みすぎた、取れる、よっしゃ、いけ、いくぞ、マメディフ、ちょっと、体、あ、ダメか。向こうのが強かった体は。オッケー、いける。よいしょ、ああ。フィリペルイスが来た。よいしょ。フィリペ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。よいしょ、ああ、やっば。絶対あんなん、やばい倒れ方や、倒れ方っていうか。やばい落ち方したな。危ないね。ちょっとデロッシ大事なんであんな飛び方やん。あっちょい、よいしょ、ガン、こいつも黒か、ケツに当たった。あぶね、よしよしよし、前半終了。さあ後半もね、頑張ってやっていきましょう。それではいきます。はい、それではね、後半戦の方スタートです。まあ2点差ほんまに怖いからね、気をつけようぜ。何回に点差ね、跳ね返されたか前半終了でね、何回やられたか分からへんからな、あのオンラインチャレンジカップで選手のね。だからもう油断しない、いくぞ、いいぜ。よいしょ、ユディガーに押されてます。よいしょ、なんやこれ、急停車した、いい反して。よっしゃ、これはなかなかこじ開けられない、スペースを出す、素晴らしいパス。ああ、引っかかったか。ちょっとこれ取れそうやな、普通に。あ、取れへんわ。下げるでしょ。お、下げれへん。おお、ラキッチ、届け。ああ、取れるね。そんな跳ね返り方あり？こういう不運が重なり始めたらやばいね。ウグアイの強烈なシュート、セニフやね。危ないな。ああ、びっくりした。僕の目からは結構ね、枠に入ってたんでね、今やられたと思いました。今のチャンスはものにすることができませんでした。ここでディフ、アセンショ、ラキティッチ、よしよしよし、いいね。おお、ちょっとおい、気合か、この気合で持ってかれた、やばいな。ちょっと選手カンセル変われんぞ。あー、やべやべ、なんやこのボール。まあええわ。うわ、取れそうやった。デンベレさん、デンベレ、デンベレ、早いことデンベレちょっと怪我から復帰せなあかんでな。あ、うわ、うまいの決められた、メッシの。あ、メッシにあれがあるねんな。選手帰るわ。さあスペースがありません。あ、やばい、おい、待て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 、いいぜ、もうメッシやわ。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。危ね、
よしよし、いいぞ。とりあえず、そしてサイド。こっち。うわ、待って。あかん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 。ちょっとメッシ危ね。よしよし。オーシュじゃないよ。もうちょっとね、落ち着いてパス回さないと。危ないな。あー、キーパーキーパー。よしよしよし。待ち構えてた。もう完全に待ち構えてた感がすごかったな、今。デンベレ、よし。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよ、ね、一回戻すわ。急がへん、ここは。急がへんのにミスってる。ほいほいほい、やばい。またメッシや。やばいな。なんかでかいやつに合わそうとしてるな、あれ。危ね。ナイス。ウスマヌ・デンベレ。オッケー、いいよ。オーリーさん。行けよ。よし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 、それ抜けた抜けた。遠いボールでしょ。ボールはルロワサレ上げる。だ。オッケー。あ、ラケティティ。ラケティティ。わあ、読まれてるな。完全にやばい。よしよしよし、いいぞ。とデンベルに持たす。突破したいけど、もうスタミナないやん、デンベル。帰るわ。アルコサ選手よ、サイドのスペースを使います。うわ、ファール。おっしゃ、アセンシオいいぞ。ちょっとで向こう。あかん。仕掛けるタイミングを図る。あかん。前に行かれた。ちょっとやばいな。時間。ああ、ちょい抜かれた。抜かれるな。おい。サイドを縦に走らせます。あかんな。じゃ選手かい。オッケー。自分で行く。じゃあマイボか、マイボでやってくれ。おっしゃ、コーナーや。審判見てたらね、コーナーがゴールキング分かるっちゅうね。オッケー。素晴らしいセーブ見せてくれましたね。さあ、うわ、もうスタミナあれへん、みんな。マメディーフがちょっと使いづらいな。どうしようか。セルジロベルト、ここで使って、こうしようか。セルジロベルトって OMF の方が実は良かったりせえへんな。ラケティッチを、まあ、こうしようか。よし。ちょっと守備的にね。で、あとはマーシャル。ここを使おうかな。それかもしくはマメディーフのとこ。ちょっとスタミナ、サイドでね、ちょっとスタミナが、もう一つなくてね、走り負けたりしてるんで、これでいきましょう。何分今 ?78 分か。全然1点入れられるな。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ、セットプレー設定、ラッシュ、ファーポスト、トレイン。よし、トレイン。電車、どういう意味か分からんけど。 OK、まあ、よし、任せろ。さあ、どこにだ。ミドル。おい、惜しいな。危ない。大丈夫よ。よいしょ。フォアテンからマメディウ。マジで？オッケー、取ってる。あっと、でやっちゃった。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。やばいぞ。ディフェンス集中してますよね。え、こんなパスが通った。やばい、止まれ、回るや。さあ、使う。よし、でも取った。これはよく触りました。あ、おすすめの止まれ回る。でもまだ時間ありますから。うまくね。ちょっと待って、おいおいおい、なんやねん。パリサンジェルマン、ここでファールがありました。ファール、マジで。僕の目にはどっからどう見てもファールに見えへんねんけど。ちょっと丸か、丸やな。どうすんねやろ。ベイルか、怖いな。丸やな。えい、いやー、うそやん。うわ、マジで。きっつ。時間あれへん。ここに来て追いつきました。うわ、直接叩き込んできました。シュールレ、オッケー、決めてくるっていうね。いけるな、チームにとっても。シュート、よし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 、かしこし、あっさりやったな。なんかアリサンデルマン、あっさりやったな、ほんまに。よかったわ。ゲーム終了間際、これが決勝戦になるんでしょうか。オッケー、いいぞ。ちょっと走り負けてる。おかしいぞ、危ないぞ。やめろ。よしよしよし、マーシャル勝てよ。よし、ナイス。いいね。あかん、もうちょっとゆっくり、ゆっくりというか時間使えばよかった。あ、ほか、おいおい、止めるな。やばいな。マヤさんも走り負けてないか。大丈夫か。でかいやつ取るな、真ん中。そうはいくか。大丈夫、コケに勝って。
ほい。OK。ああ、まだ、まだ、まだあるぞ。最後まで。ちょっと。よいしょ。よしよしよし。これはでかい。よっしゃ !3 対2。もうギリギリやった。まあ、勝ちたい気持ちはね、いつでも僕の方がね、強いんですね。それは分からんけど。はい、3対1。3対2か。はい、ということで、オンラインチャレンジカップ、これでね、制覇ですね。まあ、ワンマッチはいいな、やっぱり。はい、ということでね、ウィナーテイクズオール制覇となりました。ガチャ券ウェファチャンピオンズリーグスターズラウンド16のレベル1、1枚ですけれどもね、それでは最後に引いていきたいと思います。はい、それではねウェファチャンピオンズリーグスターズラウンド16レベル1、こちらのねガチャ券早速回していきたいと思います。黒が 4.4%、 もうさすがにね僕ね20回ぐらいはねガチャ回したかなと思うんですけれどもね、それでもなかなか来ないということで、ちょっとね確率のおかしさをね、身に染みて感じ始めてますが、前置きがちょっと長くなりました。さあ引いていきましょう。いきます。はい、いけ。このタイミング、このタイミングでいくからあかんのか、いつも。もうもう読むのもめんどくさいやんけこれ。ファンウォルフスウェンケル強そうやな。え、なんかスキルワンタッチシュートしかあれ。あかっこええな髪型とかワンタッチシュート、なんかなんか巻きっきやねんけどこれ能力。はい、ということで、なんか背高いとこあんのか？じゃあもう一回だけ、もう一回だけ。身長は？全然や、185センチや。まあ僕よりはでかいけど。はい、ということで、まあ今日はね、まあクラシコガチャ、クラシコガチャじゃない、ね、チャンピオンズリーグガチャ、CL ガチャか。2回引いたんですけど、まあね、まあ銀、銀ということで、これもう、これこそコンプしたいけどな、ほんまはな、もっと引きまくりたい。まあでも仕方がない。まあクラシコガチャね。とりあえずね一生懸命 GP 貯めて、黒玉ねそこでゲットしましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。